いいだろう。よかった。騎士団にお願いしたいことがあって。ジンに用があるんだな。あれ、ジン団。そうなんですね、ジン団。それで伝言って？すみません、本当は自分で騎士団に行くべきなのですが、最近です。実は清泉町との輸送ルートがヒルチャールに占領されて、それなのに清泉町の狩人たちは知らんぷりして、狩り以外のはい、その輸送ルート上にいるヒルチャールを退治してくだ、助かります。ジンはみんなに信頼。あ、そうだ、バーテンダーの茶、ついでに彼のところ。おう、人助けはオイラの心情だからな。星と深夜、無事今日の依頼を達成。星と深夜を、花と酒を手に消す。反応しようとしたが、
いざ。エンジェル、ここはジューススタンド。失礼なやつだな。人助け？そう、うん、では今期の税収報告表をエルザーさんに報告書を提出する時期が近づいてきてね。それに、まあディルック様の経営手腕のおかげで。なんで報告表がジンのところにあるんだ。ああ、全ての勘定は代理団。何せ酒はモンドの主要収入源だからな。ジン、そうなのか。でもこの代理団長の努力、なんというか今となっては彼女に。おいおい、ジンに対。そう言われると確かに少し申し訳。まあ彼女に。言い訳にしか聞こえない。じゃあオイラたち。マーガレット？私の猫がどこか行っちゃったみたいなの。あの子じゃないわ。ディオナは酒場にいるもの。いなくなったのはリトルプリンス。ディオナのこと猫扱いされるまま話す。困ったわ。もし帰り道が分からずに迷ってたら。あ、相変わらず親切だな。サラとチャールズの件で急いでるんだか。あら、君たちもジンのところに行くの？ん？そうよ、猫を探してもらおうと。なあ、猫探しまでジンに。あれ、ダメなの？でもジンはいつも優しいわよ。ちょうどいいから代わりにジンに伝えておど、おい、仕方ない。猫のリトルプリンスの。何かトラブルでもあったのか？だあ、確かにあるに。なるほど、モンドのためにご依頼は確かに受領した。すぐに進めよう。おう、頼んだ。これで依頼は全部だよな。サラ、チャールズ、マーガレット。うん、合ってる。じゃあこれで失礼するな、ジン。ジン？おい、ジン、どうした？ジンの様子は？うん、過労みたい。安静にしておけば大丈夫。ジンを連れてきてくれてありがとう。あなたた。そうだな、ジンってば毎日仕事。はあ、この人昔から無理ばかりするの。じこういったこと実は初めてじゃないんだ。そうだ旅人、あなた。え、団長が倒れたなら騎士のあなた。それはそうだけど、正式なセピロ。ジンの仕事ってすごく多いから、だから騎士団に戻ってお手伝いをしてあげて。なんかオイラたちを。お、ん、うん、なんでもない。じゃあオイラたち行くか。
甘い。あ、ガイアだ。おお、お前さん方待ってたぜ。ジンが倒れた時の話は聞いた。騎士団を急に真顔俺たちの大事な代理団長の、そうだ、お礼の他にも。その通り、話が。ジンの仕事を分担し、ああ、お前がジンに報告した件だが、けどジン以外のやつに任せるのは何かと心配でな。手伝いが必要そうなところが、モンドの栄誉騎士が協力してくれるなら俺も。旅人をいくら褒めても何も出ないぞ俺にはもっと重要。仕方ない。ああ、よろしく頼む。またな。猫、君の金融野郎、手伝い、手伝ってほしいのは僕。あれで、いや、僕がスペアで持ってた星鉄の弦が盗まれたんだ。モンドの生きとし生けるものが自由を謳歌するのはいいことなんだけどリトルプリンスはやんちゃだからね。バルバトスみたいだ素敵な比喩だ。あ、コホン、今夜演奏の予定が入ってるから。そもそもなんで猫が弦を。猫は毛糸玉が大好きだからよ。に、星鉄の弦には風元素の力が秘められてて頑丈なんだ。だからいつもは毛糸玉のように。これは銀融詩人の血。へー、ゲ、よし、手がかりゲットだ。きっと何かしら風。頼んだわね。リトルプリンスは商業エリアと住居エリアの。あ、そうだ、この魚。あ、見ろよ、あの猫見覚えがあるぞ。確かキャッチテイルで見たよな。やっぱりあの黒猫が。り、うーん、後ろから近づこう。オイラみたいに飛ぶ不安だったら、魚でリトルプリンスの気を引きつけてみたら。魚がなくなったら近くの。みリトルプリンスは黒猫よ。商業エリアと居住エリアの近くにいると思うの。リトルプリンスは黒猫。警戒心が強いんだな。でもまだ遠くには行ってないはずだ。元素近くでもう一度探してみよう。次はちゃんと
後ろからこっそり近づいて一気に捕まえるぞ。もしくは魚で気をそらしてやれ。あと少しだ。はあ、思ったより警戒心が強いんだな。でもまだ遠くには行ってないはずだ。元素近くでもう一度探してみよう。次はちゃんと後ろからこっそり近づいて一気に捕まえるぞ。もしくは魚で気をそらしてやれ。あと少しだ。身の安全にご注意ください。無人のご加護があらんこと。いらっしゃいませ。リーユへのジュエリーですよ。エンジェルズ社タイムサービス中。いらっしゃい。あら、かわいこちゃんじゃない。そうよ。そうなのか。じゃあ、待って、実は私が言おう。先ほど取引先から急な注文を受けたんだ。よければ荷物がど臨時の注文でね。でそれに何か問題があったんじゃないか。ちょっと心配でしょ。リトルプリンス、やっとかかなり探したんだぞ。リトルプリンス、おいおい、二人のせ星鉄の弦もあったぞ。ほら、銀油や本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちにこの弦で貸し切りステはテキシュ。通りで自分で捕まえとにかく助かったよ。じゃあお先に。うっ、テキシ。いざ。こんなとこにに助けに来て。長いことワイナリーで勤めてきたが、もう少し来るのが遅れていたら。安心しろ、ヒルチャール。よかった。この運搬用ヒルチャールの相手だけに集中するなよ。荷物の安全が最優先だ。それじゃあ頼んだ。救急に寄り釣るよ。へえ。
よ、行くぞ、いや。よし、出発だ。くらえ、冒険だ、冒険。どうよ。妖豆、立ち去れ。分身の術、うん、燃えろ。牽引全票。冒険だ、冒険。
ありがとう。もう半ば諦めてた。ワイナリーの人たちにお前の評判。会食でも、では、人参。おいおい、しか、あなたの料理の腕、人参とお肉のハニーソテハニー。これはあなたが作ったんですか？これでもう大丈夫そうだ。ええ、ありがとうございました。いつか冒険に飽きたら。よし、全部の依頼が無事完了したな。ジンの仕事。ジンは体調良くなったかな？教会に見舞いに行ってみようぜ。意識を取り戻した。本当か？実は今大聖堂を出て行ったばかり。シンがもう大丈夫だって言って聞かなくて。バネッサ様、大英雄バネッサ様を象徴するジンは何か迷いを感じた時。そんなことまで知ってるなんて。それはジンがここを出る時にそう言ってただけだから。私も心配なんだけど。わかった、ジンの。ありがとう、それなら安心できる。
バネッサ様、モンドを見守るあなた様の目がいつまでも澄んでいますように。世界は、そして私は、あなた様の期待した通り強くなれたのであろうか。ジン、体を…ああ、もう平気だ。君た本当か？さっきジンの後ろ姿を見たとき、少し無理しすぎじゃないか？ああ、君たちのその気持ちだけで。しかし、この程度のことを一人で片付けられないとは。私では。ジンはバネッサにすごく憧れて。ああ、最初の騎士団団長であるバネッサ様は、強くて親、志賀騎士の勇猛さをもってして旧貴族の支配を撤廃し、ダンディライオン騎士としてセピロス騎士団を作り上げ。ダンディライオン騎士って？ダンディライオン騎士も志賀騎士も歴代の騎士団が継承して。そうなのか。じゃあ今のジンは優しいダンディライオン騎士であり、強い志賀騎士でもあるんだな。バネッサ様の称号を継承できたのはとても光栄なことだが、私にとってそれは責任を意味する。何せその名を名乗るには強さが必要だから。そうだな。そこにいるのは誰だ？やはり気弱っている騎士団長を倒すチャンスだったというのに。ジンが不調だって話、こんなタイミングを狙ってくる。ダンディライオン騎士の名にかけてこのような気を逃したし、こちらは撤退させてもらおう。待て、追うぞ。ジン、やっぱりダメだ。また無理し、いや、君たちを信頼していないわけではない。理解してくれてありがとう。怪我はないか？私のせいで仲間が傷つく。この先はこれくらいへっちゃらだ。そうか、すまない。おう、頼む。いざ勝負。やい、
まさかここまで追ってくるとは。こいつならどうだ。弱点だった水ゲージはもう効かない。傷なんて痛まない。せえ、やへえ、や、くらえ。たまた、うん、さあ、うん、ガンザンはじく。風の神よ、我らを導きたまえ。それ。私に答えるのだ。いざ勝負。いたか、行くぞ。我が命を聞きたまえ。は、天理チョーク、難攻不落。救急に寄り釣るよ。
なは俺が守る。へっ、剣を入れよ。おとなしく捕まれ。風よ、私に応えるのだ。剣人全票。これ以上敵を甘く見てはいけない。天道万象、霹靂千人、たせ、隙あり、甘い、救急如立了。いざ勝負。のごとく団長、やっと帰ってきてくれました。風神スワン、待っていてくれた。ああ、いえ、酒場のエンジェルズシアの方で。ああ、いや、大したことではないんです。うん、スワンがそう言うなら今の私問題ない。少し体を。よかった。終わった、夜も末。まあまあ、スワンも焦っているようだし。とに、これはみんながジンさんのために用意した慰労パーティーですよ。慰労パーティ。ジンが倒れたって聞いてみんな心配したんだよ。ジンさん、いつも一人でたくさん仕事を抱えて大変だから。せっかく束の間の休息を得られたんだ。パーティーでもして思い切り羽を伸ばしてもらった方がいいと思ってな。いっつも仕事に没頭している代理団長はこんな機会でもないと参加してもらえないだろうし。ジンさん、みんな、え、ジンさん、もしかして照れてるんですか。ジンだって仕事の時以外は普通の女の子だからね。少し感極まっただけだ。本当にありがとう。
ジンさんが普段みんなにしてくれていることに比べたら大したことありませんよ。しかしまだ仕事が。心配するな。安心してた。ジンがいないうちに依頼を一つ残さずか。本当か？食材の輸送の件もか？普段の見回りとそう変わりません。たかがヒルチャールです。酒税の件も。毎日図書館にいる私にとって書類の処理なんて朝飯前。じゃあマーガレットさんの猫。猫探しまで覚えて。リトルプリンスは旅人が捕まえてくれたよ。ついでに僕の保守鉄の弦も返してもらった。だから今日は仕事のことを忘れなさい。せっかくのお休みを。みんなと共に仕事ができて私はし。そういえばパーティーの用意も大変だっただろう。実はな、主催者は旅人だったんだぜ。酒も食材も旅人が用意してくれてな。料理もこの少年が作ってくれたんだ。だからその怪訝な顔も謙虚なふりもしなくていいぜ。もちろんディルックの旦那のおかげでもある。店の貸し切りは高いから。君たち騎士団のイベントに参加する気はなかったんだがな。でもまあモンドの一般市民としてジンの努力には感謝して。ディルック先輩。はいはい、もうジン団長を囲むのはやめて。休ま。そうだね。じゃあパーティースタート。みんな楽しそうだな。オイラたちもパーティーを楽しもうぜ。みんなとおしゃべりだ。そういえばさっきジンが一人で2階に上がっていったみたいだぞ。今日の主役のことも忘れるなよ。ああ、君たちか。あ、ちょっと外の。ジン、なんか思い詰めてるみたいだな。旅人、もう一度礼を言う。たとえそうだとしてもみんなと一緒にいると、それに気づいたことが一つある。なんだ？志賀騎士よりもやはりだ。志賀騎士はバネッサ様がモンドのために戦った過去の栄誉を意味するが、セピロス騎士団を作った後のダンディライオン騎士は彼女が望んだ騎士団の未来を意味したものだ。あ、天の上から、そしてすぐ隣を風の導くままに、自由の風が進むべき道を導いてくれる。Thank you.
。